てみよう。なんかそわそわして期待しちゃうよ。愛のサプライズをホワイトデーには根拠はないけど、今からうまくいく気がするなんてね。キャンディー、キャンディーキャンディー一つ口に入れて、舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい、元気だなななななな、エディバディゲエディバディさ、ご自身芝居くでちょぼっとその辺まで、土曜日の昼下がり日差しがうらら、 iPod でミュージックを聴き意味の帰ら、嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね。キャンディー一つほっぺの中、幸せになれる呪文、エディバディゲン、エディバディサク、どこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を舐めてる。商店街走って振り間を覗いて、知り合いに手を振って雑誌を買って、泣き虫の子供を黙らせるように、ご褒美があればもっと頑張れると思う。キャンディー一つさ放り込んで、文句とか口はいらなくなる。エディバディゲン、エディバディサク、何をしようか。女の子は気分屋さん、今よりももっと楽しいことをいつも求めて、雨を探してる。涙がこぼれてしまうときは、ポケットからさあの魔法、ファイエディバディファイエディバディファイ、一つほらほっぺの中、幸せになれる呪文みたい。エディバディゲン、エディバディサク、どこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると。
Everybody get, everybody suck。 発音いいかも。Everybody can, everybody suck。 英語のおかげで先生のおかげで、イエーイ気合入った。いいね。あとは？予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。偶然が気づくのは運命のヒントだろう。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君が見えてない。未来の答えを出会った日から探してる。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて、諦めかけてもまた好きに希望的リフレン。どこかよそよそしく立ち話ですぐに別れた。せっかくのチャンスなのに、ただそれだけで十分だった。友達の友達じゃこれ以上進めない。偶然はでもきっと何度だってやってくる。君だけが君だけが君だけが冷静の内側で
揺さぶるんだ。まぶたを閉じてもその微笑みが離れない。君だけが君だけが君だけが生きている意味だって知ったんだ。抑えようとしてもまた思ってる希望的リフレン。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない。どんな未来があっても叶わないこと分かってる。君だけが君だけが君だけが気づかない僕だけの花でいい。息をするその度また好きになる終わらないリフレン。好きになる希望的リフレン。まほろば、まほろば、ときめきぶつかり星ができました。星座になれない孤独な星。それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり夜を照らす。見つめているだけそれだけでいい。それなのに感情は秋を急ぐ。そうだこの恋まほろばアスタリスク。手のひらサイズの小さな恋。ずっと遠くに感じる君の笑顔。このまま届かなくていい。流れ星が君を奪う。銀河の彼方まで一人でずっと。好きって言ってた漫画を読んでもそれすら言えない弱気な星。君の幸せは近くにある。私じゃない誰かとの明るい道。もしかしてそうだわかった。君は星愛の空。幻
はゆさ目を細めてしまう。きっと交わらない。君と私の星はそれぞれ瞬いている。明日君と話すことをぐるぐる考える。一人の夜、11月の夜空にぎわう。冬に向けきらめきは強く。誰かの恋で星は作られ、切なさで夜が光る。好きだよなんて言えないアスタリスク。誰にも気づかれないように。そうだこの恋、まほろばアスタリスク。手のひらサイズの小さな恋。この恋はもう大きくなれないけど、今だけ大事にさせて。あの子好きな、君が好きだ。欲しくイコールラブさん、なんか歌ってみよう。歌えるか。夢で見ていた君を知りたい。行く時にふと目が覚める。天井をぼーぼーと見つめ、ため息つく。僕はあげる十字路の交差点で目が合った瞬間、奇跡を信じた。きっと君だ君だ君だ。いくつか恋をしたけれど、すべて君に出会うためだった。きっと君だ君だ君だ。遠回りしてごめんね。やっと会えた。マイアイディール、君こそイコールラブ。あ、こんばんは。ベンチに二人、揺れる黒髪。たまに合う視線がもどかしい。息込むほどに続く沈黙。ただ僕の鼓動だけが響いてる。細い華奢な君のすべてが愛しい。瞬きするのも惜しいほどのインパクト。だけど君の君の君の笑顔を見
してる僕のリベリオン、だけど君の君の君の全てをただ知りたくて戸惑ってる。トゲコさん、かわいい。うん、君と僕が運命なんて笑われると分かっている。諦めかけたら僕の愛でいる。君を探していた、やっぱ君だ君だ君だ。過去最上級の勝負溢れ出した僕のツインクル。やっぱ君だ君だ君だ。夢に見せたこの瞬間伝えたいんだ。My ideal、 全てはイコールだ。間違えた、ちょっと間違えた。いい曲。日向坂さん、なんか歌おう。何がいい？この好き歌いましょう。歌えるか分からんけど。気づくと一日中あなたを思ってる。頬にハラハラと涙が溢れるのはなぜでしょう。恋するって切ない。さっきまでそこにいた。猫を探したくなるように、いつの間にかあなたが私の中心になってしまった。占いとか信じてないのに調べてみた。今の私はどう思われてる。いつも気にかかる。愛はキリがない。どうして
言葉深読みなんかしても意味ないのに、窓に映る自分を見つめて不安になる。こんなに弱い私じゃなかった、誰のせいでしょう、愛が振り回すだ Up to infinity。 こんなにそうこんなに好きになっちゃったなんて、初めてのことだから自分がわからなくなる。理屈なんかでは感情を抑えられないの、不器用なこの一途さ、好きになりすぎた私は傷つくのでしょうか。もうそれでも出会う前に戻れない、他には何も欲しくはない、あなただけでいればいい。てるは何があってもいい、だから永遠に You are till infinity。 こんなにね、こんなに好きになっちゃっていいの、もう何も見えてない自分が怖くなるのよ。誰に止められてもブレーキをかけられない、わがままなこの愛しさ、その突き当たりは何が待っているんでしょうか。どうしたって嫌いになんてなれない、周りの全てを失おうと、あなただけ好きでいる。ございます。ゆうた。はい、ありがとうございます。わいわい。素敵。いい曲です。新種買ったよ、ありがとうございます。イエーイ。曲はうん大丈夫ですよ、歌っても。そう、投票中なんですよ。投票は、これは何の投票でもない。特に意味のない投票でございます。好きな方に。あのコンあの子コンコンブレックス。あの子コンプレックス最近よく歌っとるけど、推しになります、ありがとうございます。あの子最近毎回歌ってる気がする。後ろの方は何？写真集です、私の。
12秒、じゃあ12秒で。アリはしませんけどね。アリはしませんけど。いや、いや。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。だからちょっと目を閉じてなんていたずらっぽく言われた。テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする。夏の恋が今始まる。唇に触れたのは柔らかダイヤモンド。今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだろう。僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ。動けないよ12秒。しませんよ。そろそろかな。薄目開けてみた君と目が合った。平均的キスの時間ってどれくらいなんだろう。ロマンティックすぎてこの先がわからない。どういう顔して何を話す。友達には戻れない。唇を離したらすぐ消えるダイヤモンド。今日から僕が大切にしよう。できるならこのままで潮風に吹かれながら君を独り占めしたい。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたもの、僕たちが手に入れたこの愛は輝いてる。まるで記憶の宝石、眩しすぎる。うわっ、ちょっと今一瞬なんかあれ何が起きましたあれ何しよう。何が起きたのか。いや何が起きたえ、うわ今あれ、よし。いや何が来たのかな。よし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 、ありがとうございました。
次は僕なんか高低差すごい。高低差すごい。キュンキュン。ワイなんかワイなんかシンパシーなんだっけ。16キュン。じゃあキュンにしよう。なぜなんてまで聞かないで Tuesday きっと理解できないだろう Wednesday 毎日 Thursday 見かけて Friday 思い続けてきた Saturday もっと会いたいなんて不思議だきっと僕は声をかけられない目と目合うと胸が締め付けられる電車の目と手鏡代わりに春の制服そろってチェックして腕に巻いてた真っ黒なヘアゴムでポニーテールに髪を束ねた君のその仕草に燃えちゃってああという間に虜になった静電気みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ何もなかったようにさりげなく遠い場所から見守っていよう空思いさえ気づいていない余計に君を抱きしめたくなったキュンキュンキュンしちゃったキュンキュンキュンしちゃった I'm just sorry that you キュン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  I'm just sorry that you キュンソファーの日からずっと気になって君のことで頭がいっぱいだ夜が来てもなかなか眠れないんだよ電車の中に紛れ込んできたもしろ蝶が肩に止まった時君は両手でそっと捕まえて開けた窓から逃がしてあげた僕にできることは何でもしよう君のためなら何でもできる真っ白な心汚れないように守ってあげたい僕にできないことも何とかしよう言ってくれたら力になるのに叶わぬ願いの一人ことさ好きというのは反射神経そんなことでキュンとするな君に笑われちゃうね思いがけないタイミングでそうこの感情を息が止まるきっと言ってみたってピンと
来ないさ。僕が勝手にキュンとしただけ。こうやって人は恋に落ちるのか。始まる瞬間、君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった。宣伝機みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ。何もなかったようにさりげなく、遠い場所から見守っていよう。そんな思いさえ気づいていない、余計に君を抱きしめたくなった。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just fall in love with you。 キュンキュンキュン切ない、キュンキュンキュン切ない、 You know I can't stop loving you。 よし、これで許して許して、許して、よし、あれあれって電池なくなるかな、そろそろ。電池なくなるかもしれないもんな。なんか可愛いとか、アボガドにしよう。いちごバナナアーポン、メロンチェリーオレンジ、キウイピーチアボカド、目と目が合ってピンときたのよ。恋が始まるって今までとはどこか違うよ。胸がキュンキュンするの。だけど私なんかダメ、可愛くないし、周りの女の子に負けてる。悔しいよ。ああいちごバナナアーポン、甘い香りがする。メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスしたくなる。そこに紛れてる私はアボカド、アボガドじゃねえし、アボカドだし。いちごバナナアーポン、メロンチェリーオレンジ、友達までで満足するなら何も問題はない。私それ以上近づきたいよ。もっと仲良くなりたい。どんな冷たい仕打ち、仲間外れに、絶対あなたを諦めないよ。恋心、ああいちごバナナアーポン、見た目可愛いよね。メロンチェリーオレンジ、ちょっと付き合いたくなる。
そこに紛れてる私はアボカド、アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアポン、メロンチリオレンジ、アボカド食べれる？いちごバナナアポン、甘い香りがする、メロンチリオレンジ、ちょっとキスしたくなる、そこに紛れてる私はアボカド、アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアポン、見た目かわいいよね、メロンチリオレンジ、ちょっと付き合いたくなる、そこに紛れてる私はアボカド、アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアポン、メロンチリオレンジ、いちごバナナアポン、キウイピーチアボカド、イエーイ。終わった終わった、ちょうど終わった。じゃあ、あ、どうしようかな。あと最後一曲歌える。誰愛、誰を愛しているか、バレンタインデーに。確かにこれは気になりますね。誰のことを皆さん一番愛しているのか、まあ、これは気になるところです。そんなに苦しい思い、生まれてから初めてだ、愛が静かに狂わせる、自分の胸に聞いてごらん。心の空に雲がかかって月が見えなくなった、どれだけ待てば暗闇の中に光さすのだろう、想像上のジェラシーの鳥羽を広げながら、その真実疑うように重たくのしかかって、あの夢にうなされてしまう、誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差しできたのにまぶた閉じて逃げようとしてる、そう私は2番目だって分かっているから、死にたいの、あなたは私の全て、独り占めするためには誰を殺せばいいのだろう。窓のガラスに息を吹きかけ雲を飛ばしたかった、風を待っても満月の形まで間に合わない、
ああ乏的な悲しみとか孤独抱え込んで自分だけのその正義に何度も絶望してるこの日々は苦痛でしかない。誰のことを一番目に愛してるのか教えて。手の甲に爪を立て責めるように答え待ってる。二番目以下は他人ってこと誰が誰だって構わない。私はあなたのためにこの命と引き換えに誰を殺せばいいのだろう。失うものと手にするものは同じ価値とは限らない。愛していても愛されていても満たされない。許すのは誰のことを一番目に愛してるのか教えて。眼差しできたのにまぶた閉じて逃げようとしてる。そう私は2番目だって分かっているから。死にたいのあなたは私の全て。独り占めするためには邪魔する者たち消して私だけの世界以外誰を殺せばいいのだろう。失うものと手にするものは愛していても愛されていても未来の闇が深くなるだけ。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ皆さんどうしましたか？はい、皆さんどうしましたか？なんか何かありましたか？皆さん何かありました？大丈夫ですか？耳が寒そうですね。っていうのは置いといて、本当にっていうのは置いといて。分かってますよ、皆さんの気持ちは。皆さんの気持ちは分かってるから。ただちょっと聞いただけですよ。ただちょっと聞いただけだよ。ただちょっと聞いただけでしょ。なんでそんな英語があったの。何英語があってんの、そんなに。面白すぎる。ちょっと楽しくなりました。楽しくなっちゃった。まあ今度聞かせてください、誰が一番なのか。今度聞かせてください。いやこういうのは何回聞いてもさ、いいものじゃないですか。ちゃんとそう、ちゃんと目を見て言ってほしい。
ちゃんと目を見て言ってほしいかな。そこで私が判断するわ。それで判断するわ。目を見たらわかるから。私と見つめ合いができるってことですよ。見つめ合おう。見つめ合おう。見つめ合ったらわかるから。ありがとうございました。バレンタインデーソングでした。バレンタインデーソングでした。泣いたらごめんね、ジュアル。泣いたらごめん。バレンタインデーソングでした。ちょっとね、電池なくなったよ。よかった、これでみんなにチョコもあげれたし、みんなにチョコもあげれて、バレンタイン、今年のバレンタインデーに、いい日になりました。うん。ありがとね。ホワイトデー待ってるよ。ホワイトデー待ってるよ。バレンタインあげたから、いやあれだよね、いやバレンタインであげてやっぱお返し、まあ、両思いだったらお返しあるよね。両思いだったらね。いやどうなんだろう、両思いかな。何が起きるのかな。バレンタインデー今日で終わる。面白すぎた。確かに1ヶ月後何があるんだろう。あ、なんか来とる。英語のやつから。英語レッスンしない？って来てる。
するか。切り替えまして、切り替えましてしますかね。よし、文を完成させてください。 Excuse me, where is the museum?Here is the museum. This city is very old. Thirteen. Excuse me, where is the bank? Is the bank near the library?すいません、 Where is the bank? Is the bank near the library? 銀行はどこですか。 Excuse me, where is the bank? Is the bank near the library? Is the bank? Excuse me, where is the bank? Is the bank near the library? Is the bank near the library? Excuse me, where is the bank? Is the bank near the library? Excuse me, where is the bank? Is the bank near the library? Is the bank... Excuse me, where is the bank? Is the bank near the library? Near the... library. What do you want to teach? What do you want to teach? The bank's place.Excuse me. Yes, this city is very old. Yes, this city is very old. Yes, this city is very old. This city is very old.はい、この都市はとても古いです。 The bank is near the library. 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 The bank is near the library.List. この都市は大きいです。 This city is big. Excuse me, where is the library? Meet me やろ。This city is big. This city is big. これは借りよ。銀行に行きましょう。Let's go to the bank. 図書館に行きましょう。Let's go.To the library. うわ、なんだっけ、ライブラリー、ラリーリーリー、ライブラリー、合ってるかな。おお、すいません、図書館はどこですか。 Excuse meWhere is the
ライブラリー、え、すごくない？え、すごくない？昨日よりか絶対はるかにできてるよね。ちょっともう一回調子いいけ、もう一回しよう。継続への強い意志が光ってるねって。光ってるよ。Is this the bus to the library?Nervous. Nerves. Huh? Nerves. Nose. Nervous. Nerves. 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 Nervous. Hmm? Ah, famous. Hmm? Is that? Fan. Fan.絶対ファンや。 That is That is the bus to your hotel. That is the bus あなたのホテルまでのバスです。 That is the bus This hotel is famousこのホテルは有名です。Yes, this is the bus to the museum. This is also the bus to the famous zoo. あ、諦めそうになってしまう。でも頑張る。Yes, this is the bus to the museum. This is also the bus to the famous zoo. ダメだ。二言目から全然わかんない。Yes, this is the bus to the museum.This is also the bus to the famous zoo. オールソ。オールソと言った。Yes, this is the bus to the museum. This is also the bus to the famous zoo. オールソ。急に。オールソって何？ Yes, this is the bus to the museum. This is also the bus to the famous zoo.見るわ、ちょっと文見る。はい、このバスはミュージアムまで行きます。これは人気の動物園までも行きますってこと？動物園と博物館に行く。 Where is the supermarket?スーパーはどこですか？ Is this the bus to the supermarket? Is this the bus to the supermarket? This supermarket is big. This supermarket is big. This supermarket is big.This is ないの？ This supermarket is big. Supermarket is big. This supermarket is big. Is ないの？なんで？これはって言ってないから。このスーパーはちっちゃいから。スーパーはどこですか？ Where is The supermarket. This is the bus to your hotel. Us. Bus. Us. Bus. Us. Bus.
れ私のさっきのクレヨンと一緒やん。絶対こっちやね。バス。これは何？これは何？ This is the bus でしょ？これは何？バース？バースデーのバースか。え、待って。違った。え、何？これは何？え？上のやつは S らしい。なんかこれの S。 そんなことある？この上のちょんと S でだった。 That library is famousThat library is famous. That library is famous. そうそうそう。このホテルは有名です。This hotel? Is famous.間違えた問題。 This is the bus to your hotel. Us. Bus. これがバスか。 Us. これ。 Us. Bus. 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 Us. Bus. Bus. さっきのやつはやっぱりなんか S みたいなやつ。同じやね。よし、とりあえず今日の英語終わりや。でもだいぶ早くなってきたよ。あーでもなんかリスニングができなかった全然。リスニング難しいな。うん、えっつい言わんくなったけど。へこんでる。すぐへこむ人。すぐへこむ。あ、映画とか見て。えって言ってほしい。これからえって言うよ多分。って言って美味しかったわ。言って美味しかった。マジか。そうだったんだ。いつか言うね。いつか言うわ。
というわけでね、本当に今日一日、あれなんか今日一日ね過ぎるのはねなんか遅い。配信は早いけど、だって今日起きて、もうお風呂入ったんよ。お風呂入ってる時点でもう夕方だったんよ。で、あれってなった。まだ夕方なのってなって、でしかも外も明るかったの。びっくりした。まだ明るいって。もしかして早くなっ、あ、うん、日が伸びてきた。そう、明日こそ買い物行こうかな。ご飯買わなきゃ。しかもカフェも行きたいんだけど、なんか一緒に行く人がいない。いない。もう一人で行こうかな。くるくる。連絡先ありません。でも急に明日カフェに行こうとかさ、明日ってなるくない？あと1時間で終わるけど。もうね、普通にね、もう近場のねカフェでいいの。カフェに行きたいだけなの。おしゃれなとかじゃなくて、おしゃれとかじゃない、もうとりあえず。リコちゃんに聞いてみようかな。今配信始まった。嘘、今送っちゃった。配信してるのじゃ。カフェ行きたい、え、カフェ行きたいって言ってる。待ってもらう。え、リコちゃん。え、リコちゃん行きたい。リコちゃんカフェ行きたい。
当にいい子よね。めっちゃいい子よね。そう、返信来たけど明日は行けません。ガーン。どないしようか。どうにかなるさ。お疲れ様天国。It's a single life。カービィカフェに行きたい。広島にはない。福岡にね、ある。福岡と東京と どっかにある。え、代わりに行ってくる。え、そう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 。どうなることやら。どうなることやら。そうだね、とにかくね、あのね、家は出るから、とにかく
るかな。いや出らないかんさすがに。この3日間ぐらいずっと家にいるんだ。旅したいかも。滝を見に行きたいかも。寒いか。足湯のあるとこに行きたい。足湯のある場所。温泉行きたいな。トゥルルトゥルルトゥルルトゥントゥ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 。熱い温泉めっちゃ好き。ありがとうって感じ。露天風呂寒い時はいいよね。露天風呂は寒い時がいいよね。そうなんよ。いい感じよ。寒い方がね、長く入れる。そう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 。別府いいね。やだな。お湯が熱すぎて
ふやけるは嫌ですね。地獄巡りしたいな。トゥルル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 。あれ行きたいな、山賊。山賊行きたい。行ったことない。歩きで行けない徒歩徒歩で行けない。え、行けるの？行けないことはないけど、頑張れたら。何分ぐらいかかるのか、歩きで。まあ、いつか着くね。歩いてたらいつか着く確かに歩きそう。最寄りの駅から借りる。え、徒歩14分、近くない？行けそう行けそう。投票いつまでしようかな。いつまで続くんだ。決めてない。車で行くところ。投票の番号はもっとあった方がいい。もうちょっとあったらいいか。OK、 増やしとくわ。
最高なんだっけな、なんだっけな、あー分からん、明日から、山賊行きたいな、なんかめっちゃ大きいおにぎりとか、なんか手羽先とかいろいろあるの。二つもあるの。今年の目標にしとこ。山賊に行く。もう明日はお家でゆっくりしよっかな。どう思う？どう思う？何の話って感じよね。ご飯買いに行こう。買いに行こう。よいしょ、届いた届いね。ご飯大事。そろそろ
寝ますか。まだ寝らんけどね。今日なんなんて感じよね。かまちょかまちょすぎた。かまちょすぎた今日。そういう時期もあるのよ。かもちゃんの時期。え、なに？星？星が投げたい？じゃあ2時がこり。そういうことね。オッケー。ちょっと一瞬。よし。選択肢何もないのに。何もないのに。あー面白い。連打したかったよね。面白すぎる。すごいね。よし、明日こそ。そうだね、ご飯買いに行こう。で、あれ、カップラーメンも買おう。
したらオンラインお話し会があっていい。もう来週はよくわからんけど、そしたらリアルお話し会があって、2月終わりやな。で3月で、もう3月でさ終わるよね。10枚目はよー、あと少し。始まった時は半年後とかだった気がするんだけど、250個投げ植えた投げ植えました。なんで投げたっていうのもあれだけど、とりあえず全部投げるの、それが面白かった。今日が2月14、3月23で終わりや。早いね。もう絶対私あれよ、早かったねって言ってると思うから。謎の満足感ね。そういうことか。よかったわ。嬉しかったらよかったよ。そっか、今年ももう2ヶ月終わるってこと。早いな。なんか早いな。オリンピックあるの？見たい。見たい。夏？で最後にじゃあ終了しますね。投票モード。パリ？すごっ、パリか。パリね。何の種目？パリ行きたいね。パリ、フランスだよ。フランス。フランスはあれ、フランスパンじゃん。フランスパン、フランスパリで覚えてる。フランスパリ、パリはフランスって。
覚えてる。うん、覚えやすいよ。覚えやすいでしょ。フランスパリ、またまずっとずっと投げられて、すごいね。パリでフランスパン食べたい。私地理が苦手なんよ。覚えれんのよ、なぜか。人の名前は覚えれるんだけど。フランスパン硬そう。地理は苦手やけど、あれは、あれはある、あれはあるなんだっけ、あ、土地感、土地感はある。いや、本当に本当に土地感あるの。一回行った道は覚えれるから。この場所に集合ですって言われて、2時間後3時間後どっか行っても、あ、こっちこっちって覚えてる。そうだよ、確かこっちにあったはずって言ったらいける。そう、すごくない？生き方を、初めての場所に行ったとしても帰れる、行った道を戻るみたいな。すごいでしょう。あ、でも迷子にはなるかも。迷子にはなるかも。道が大事、道がどういう道なのかが大事。うん、そう、迷子になるけど帰ってこれるんよ。おお、なぜか帰れたみたいな。とりあえずパリ行きたいね。そう、運もあると思う。あと何の話しとったっけね。あ、そう、オリンピック、オリンピックの前は山賊はね、ちょっと戻りすぎかも。出かけようか。家を出るとか、それか。あ、今年がさ、今年はもう終わる。違う、今年は2ヶ月終わるんだねって話よ。そうそれそれ。今
私ももうあれはもろい、ね、そっか。いやなんかさ今さアイドルになってさ4年経つので5年目、5年目か。5年目ってすごいよね。自分こんなに5年目になるまでこんなに今も存在してるってさ思ってなかったかも。当初は。加入した時は結構5年もおるって思わんかったね。そう、選抜入れたらやめようって思ってた。そうなんや。自分が思っとるのと全然違ったね。選抜なんだろうね。自分のことを応援してくれる人って奇跡に近いって思ってて、だからそう、その人たちのために頑張って入れるようになったら、よいにまで成長したら、もうすごくいいかなと思ってたけど、何が起きるかわからない。そうだな。自分でここまでって決めてきたんですけどね。でもその時にいつもやっぱり皆さんの存在が皆さんの存在がね出てくるんですよ皆さんの存在がそう出てくるんですよ。パーンって
出てくるから。あどうしようって。めっちゃ明るく言ったらですよめっちゃ明るく言ってこんな感じ。暗く言うときは暗くは言わん。そっか、そうだね、チョコボップやる。チョコボップ投げたい方いる？いない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 。投げさせてくれ。え、ない人いる最後の最後の最後に解放するから、あの最後5分投げます。あの解放しました。もう投げちゃった。じわるどこにどこに、正直に言うなら許してあげよう食べちゃった。食べれん食べれん最後だね。まあ最後の最後にじゃあ解放するね。みんな三好がいる人がいる。そっかそっか、え、サインが二押し？何ですか？え、サインが二押しなんですか？え？今日はめっちゃもう私は今日もめっちゃ今日も終わりますね。
とうございます。これさ、投票しとるけんさ、あれなんかな、いやでもなんかなんだろう、初見の方もいらっしゃったよね。そろそろ終わるか。お疲れ様です。お疲れ様タイム。じゃあ一回投票切るね。終わります。意外と偏りがあった。なんかチョコポップいっぱいだから、なんかチョコポップいっぱい見えるんだけど、意外と意外とたまって意外とチョコポップ持ってた。今日までか、バレンタインがね。なんかさ、当日に終わるよねこういうのって。え、じゃあ背景も変わるんか。可愛かったな。可愛かった。あら。ありがとうございます。次は、あー、ひな祭り、確かに。ひな祭り、待ち受けくじ、すごっ。明日もよろしく。2種類、なんかシークレットがなんかって書いてあった。2種類なんだ。
の待ち受けくじさ、自分でさ、自分引いたらさ、なんか皆さんにあげたくなるんだよね。あげたくなる。よければって。シーケットやんいた。おお。いやあげたいのよ。でもエアドロップとかで送れないから。エアドロとかでも送れないから。ふんふん。あげたくなる気持ちになる。リアル会場、私お話し会の時携帯持ってきてない。携帯持ってってない。うん、でも今度から持っていこうかな。携帯買いたいな。いや持ってってもいいと思う。人によるかも。そうなんかね、ちっちゃいの今もう大きいのにしたい。今13ミニです。13ミニそうなよね。でも片手でね今ねいろいろできたんだよ。逆に言うと、手がねちっちゃいの私。ちっちゃくなくても難しい。え、バレンティーヌ、あー大きいやつ、なんかもう手がつりそうになりそう。ピキリそうだ。15プロマックスに変えました。すごっ。どうなるの。どうしようかな。もうねこの今の配信用のやつを下取りをねどうしようか迷ってるの。こっちにオンするか、こっちにしてこの今のやつで配信するか、あとはもうこのやっぱりこの13ミニを下取りにした方が下取り価格が上がるやん。その分割引が上がるからなみたいな思ったり。今一応これで配信できとるけどさ、急に壊れたら怖いなと思ったりする。大丈夫か。下取りを
めっちゃ安くなる。画質は上がると思う。こっちの方が。あー、タブレットね、配信、うん、配信できるっちゃできるけど、高いよね携帯ね。すごいよね今パソコンなんてぐらい高いよね。結構大きい買い物ですよね携帯といえども。すごいよね。じゃあと1分くらいで終わる。ありがとねずっと話したずっと話しとったけどありがとう下取りに出すなら早めに買った方が安く買えるよねっても思うよね。バイバイ。いやそうなんよ。バイバイ。